なんとびっくり続編です。9月11日1時前に気がついたら快晴でした。そこでアンドロメダ銀河を取り増ししちゃおうと思ったのですが、がっつり満月です。月とアンドロメダ銀河の位置関係もかなり近距離、前回撮影時と比べ半分くらいしか離れていません。しかも月が高い位置にあり、強烈に明るい空です。さすがにこれは普通に撮るのは無謀すぎると思ったので、 Hα フィルターを使うことにしました。パンチ幅は7ナノメートルです。かなりド M な行為ですよね。 CCD フラットエイドでフラット撮影ですが、 Hα はすっごい色です。Auto flats finished. フラットの露出時間は約 0.16 秒、 LPSV4 は約 0.01 秒だったので16倍も長い露出時間です。Imaging plan finished. アンドロメダ銀河を導入して位置確認です。 Hα で撮影した結果を前回のものに加えるので、カメラの取り付け角度が問題になります。中心位置は合っていても周囲の回転が大きいとダメです。回転ずれが大きいと重ならない部分が増えてしまうのです。前回撮影時にカメラ位置をマーキングし、そこに合わせてあります。前回撮影結果と周囲の星の位置を確認します。シフトキーを押しながらドラッグして星の位置まで移動させます。今回撮影した結果と比較するとほぼ合っているようです。大丈夫みたいですね。明るさは16倍違っていましたが、前回の4倍、120秒露出です。Exposure started. 薄明開始は4時半頃ですが、満月中なので5時まで撮ります。今回は途中雲に邪魔されてはいなかったようです。東の空は薄明開始のようですが、西の空は変化がわかりません。結局96枚撮影しましたが、薄明の影響はなさそうです。96枚あるので32枚を3回スタックした後3枚をスタックします。
これが Hα96 枚のスタッカです。前回のカラー画像を RGB 分解して保存しています。前回の R 画像に Hα を加算して RGB 合成しようって魂胆です。あ、これはダメかも。右下がダメですね。やっぱり右下がダメでした。セルフフラットとかジタバタしましたが、満月強すぎです。右下は諦めて左上で比較です。左が前回のカラー画像、右が Hα ドーピングです。 Hα の効果はそれなりにありそうです。ただ Hα も満月には勝てないですね。せめて月と反対側とかならもう少しマシだったかもですが、満月から45度くらいの場所を取っちゃダメですね。音声合成はボイスボッツ九州空が担当しました。